んばんは、みやチャンネルでございます。今日はですね、前にご紹介したコムテックのドライブレコーダー、ZDR-012 の、昼間の、車載映像をご紹介したんですけれど、まあ夜もねやってみますということで、しばらくのびのびやっておりました。で、夜の、走ってきた、まあ、ドライブレコーダーの映像、ノーマルとまた HDR と WDR、 この3つをちょっとテストしてきましたので、まずは、ご覧ください。どうぞ。はい、いかがだったでしょうか。まあ、ノーマルはね、そのままノーマルなんですけども、HDR が、まあ、そんなに効果を発揮してない感じにちょっと見えるというか、まあ、昼間の映像もそうなんですけど、ちょっとアンダー目、微妙なんですけども、WDR、の方が、
ワイドな感じで、まあ映像のねコントラストは浅めなんですけれども比較的全体明るく見えているので、日中も夜もこの WDR のモードにしております。結構映ってますね、もう Amazon でも1万円切ってますね。9600円とかで買ったので、まあ2年前くらいに発売されているモデルなんですけれども、1万円で、ここまで映れば十分なんじゃないでしょうか。もしねなんかそんなに高級じゃなくてもいいんだけども、そこそこ撮れるドライブレコーダー欲しいなと思ってる人はこのコムテックの、ドライブレコーダー、まあまあおすすめですね。光とかによってねナンバー結構飛んじゃったりしますけども、ちょっとずれるとナンバープレート見えたりするので、まあ証拠能力もそこそこ高いかなと思います。でまあうちの母親号なので、まあそんなにね夜乗って歩かないので、まあこのくらい映ってれば十二分綺麗かなと思います。はい。で自分のはまだねつけてないので、早く自分の車のドライブレコーダーもつけたいなと思うんですけども、なんかね自分の車はねそこそこ夜走ったり遠出することも多いので、まあ、ちょっといいのつけたいなと思って今ちょっと調べているところなんですが、また買ったらちょっと、動画撮ってねお知らせしたいなと思っているところでございます。今日は、前回買った、うちの母親号の、ドライブレコーダーコムテックの、ZDR の012の夜のノーマル HDR、WDR かの、比較動画やってみました。1万円以下で買えるドライブレコーダー、なかなか、高性能で綺麗なので皆さん、検討している方は候補の一つに入れてみてはどうでしょうか。それでは